こんにちは、ドクター熱血です。今回はイベントクエストをやっていきたいんですが、もうね、当直中にどうしてもやりたかったんで、クリアだけしちゃいました。内容は読んでおりません。というわけで、もう時間が短かったんでね、男性死神協会資金調達大作戦やっていきたいと思います。何やら切迫した空気で集まり会議をする男性死神協会、どうやらのっぴきならない状況らしいが、一体。今回大前田が落ちるの結構いいですね。始めようぜ。久保先生がツイッター復活されたそうで、ツイッターでそれを教えていただ、他の方から教えていただいて速攻フォローしてきましたわ。もらったのにそれをスクショ撮ってなかったのが本当に悔やまれます。で、大前田が落ちて、しかもリンクもお金のドロップ缶のドロップアップなんで、すごく優秀だと思いますね。男性死神協会の資金調達のためゲーム作り、日本語あれだね、資金調達のためゲーム作りのため、素材作成用の写真を撮影する面々、浮き竹の撮影は失敗、次こそは成功するのだろうか。ちょっと文章いまいちでしたね。ケンパチ。始めようぜ。少ねえな。剣鉢だ。まあ逃げるわな。こんなもんか。さっきちょっと気になったんだけどさ、
あの写真のデータがあってたじゃん。フィルムじゃなくてデジカメなのかな。またもや撮影失敗、再びカメラを買い直すことになったお前だ。撮影はうまくいかずカメラ購入は自腹。彼の努力は報われるのか。なんとなくフィルムであってほしかったけど。始めようぜ。あ、死ぬ。来んのかな。このムゲツとアイゼン出して若干その勢いは落ちちゃいましたよ。若干どころかって話だよ。あれ俺ついつい癖でベリーハンド選んだ。話がねえと思った。やる気かな。これ見てる方でラブリーチの存在を知ってる人ってどれぐらいいますか。行動を上げるかな。愛の残白刀で切られたいっていう、あの公式が公式マッドって言われるやつですね。お前だ、かわいそすぎるんだけど。こんなもん。はい、以上ですね。期間が短いので皆さん頑張って周回していきましょう。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。